はい、では今日もですね、トップバズについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。12時過ぎてますね。今日は先ほどまで金曜日だったんですけども、ただいま2019年2月16日土曜日0時13分です。はい、ではトップバズいきたいと思います。こちらとこちらですね。はい、今見ていただいているアカウントは、いつも見ていただいている 0.2 円の、アカウントです。で、本日、464.68 円ということで、少し持ち直してきましたね。まあ、この調子で、まあ、バズる動画もですね、増えて収益も上がっていくことを、まあ、まあ見守りながらですね、日々5本ずつの動画を投稿していきたいと思います。で、今日はちょっと動画がサクサク見つかり、いい動画がですね、見つかるというか、今日8本動画アップいたしました。はい、明日が楽しみですね。まあ、この動画、8本の動画が、8本って本当に久しぶりに上げた数字ですね。一つのアカウントに対して8本っていうのはもう1ヶ月以上ぶりじゃないかなと思います。はい、で、次に3つのアカウントですね。今運用している主要アカウントとは言っても、毎日ですね、継続して動画をアップしているのは、ご覧いただいているアカウント 0.2 アカウントに動画を投稿しているわけなんですけども、他の2つのアカウントは再生単価が 0.15 円 0.11 円ということで、こちらの2つには動画は投稿しておりません。ですが、それまでに、これまでに投稿した動画が、まあ、再生されてですね、で、収益になっていると。まあ、いわゆる本当に時間、何も、過去の資産ですね。過去の資産として、過去時間を使って投稿した動画が、まあ、お金を生み出し続けているという形ですね。はい。嬉しいですよね。トップバズの動画を、トップバズに動画を投稿しても、まあ、資産っていう形で、まあ、動画、アップロードした動画が収益を生んでくれているっていうのは、まあ、面白い、あまり経験することがないことかなと思います。で、その3つのアカウントの収益の合計が、昨日は1000円ちょっとだったんですけども、今日は持ち直しまして、1442.59 円ということで、まあ、ほぼ1500円に近づくような数字です。昨日から少しですね、まあ、少しというか、まあ、月に3万円、例えば3万円のお小遣いのお父さんが、まあ、サラリーマンのお父さんがいて、で、なかなか飲み会にも行けない、まあ、行くんだけどもお金の心配をしながらでしか飲み会が行けない、お金のことを気にせずですね、まあ、本当にお金のことを気にせず飲み会に行ったり、自分の趣味にお金を使ったりする
まあそういう、まあ、人生がいいんじゃないかなと思いますし、じゃああといくら、あと1月いくら、まあ、収入があれば少しでも今よりも、まあ、経済的に、まあ、自分のですね、経済的に幸せになるのかというところは皆さん人それぞれだと思いますが、自分のお小遣い、まあ、例えば3万円、その倍ですね。自分のお小遣いが倍、まあ、つまり3万円ですか。いただいている方は6万円、トータル6万円っていうのが1ヶ月の、自分の、まあ、お小遣いですね、自分の予算として使える、そういうことを、まあ、自ら自分の自宅でですね、時間を選ばず、そして自分が時間を使えば、動画を投稿することに対して時間を使えばプラスになる。かといって、時間がないと、忙しい、家に帰るのが遅い。で、仮に何もやらなかったとしても、マイナスにはならないという、まあ、極めて、そうですね、収益を上げやすいコンテンツ。これがトップバス。だと、本当に6ヶ月以上ですね。まあ、去年の8月6日から始めて、90、90、11、12、12、まあ、6ヶ月以上ですね。6ヶ月半ほど、まあ、続けてきて、本当に強く感じています。ですので、まだまだこれから、トップバスは、まあ、いつまで稼げるか、いつまで収益を上げることができるかは分かりませんが、今は少なくとも初心者の方は何にも分からないという中でも、すぐに行動できて、その行動が翌日には収益として反映されているっていう、まあ、とても嬉しい、コンテンツだと思いますので、まあ、ぜひですね、今後もこの結果報告ご覧いただきながら、まあ、将来的には、まあ、動画を見てですね、何か質問等ある方は質問も受け付けていきたいと思っております。では本日はこの辺で、動画の方は終わりたいと思います。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。